安田武博調教師にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、前走悔しい敗戦だったかと思うんですけれども、ね、はい。今日、まあ、レース前はどのようなことを、まあ、調整も含めて、どういった感じで来ましたか。この後園田に申し込みしてたので、まあ、選ばれればですけど行きたいなっていうのがあったので、あえてスタート良すぎた、前走スタート良すぎちゃったので行きたくなかったんですけど行かざるを得ない感じになっちゃって、まあ、今回あえて控えて気合重視でということで乗ってもらったんですけど、まあ、その辺はジョッキーもその辺考えてて、もう同じ感じで行こうっていうことで意思があったので、あえてスタートも良かったんですけどあえて下げさせてもらって折り合いつけて直線勝負っていう感じでは考えてはいたので、今日はジョッキーがうまく乗ってくれたかなとは思います。いや、もう本当にその辺も含めて、いろんな面で今日はうまくいったという感じですか。そうですね、うん、スタッフもうまく仕上げてくれましたし、ジョッキーもいろいろ考えて重賞取れる馬だっていうのがやっぱり頭にあったので、なんか全てが噛み合ったのかなっていう感じはしてます。まあ、このような形で重賞でも期待馬が結果を出したということになりました。まあ、今園田という話があったんですけども、やっぱ先園田この後はなんですけど、今度その後エーデルワイスもあるので、そうとなるとやっぱり感覚的にちょっと厳しいのかなっていう気もするので、まあ、そこはオーナーと相談してエーデルワイスまっすぐ行くかっていうふうにはなるとは思うんですけど。わかりました。ではですね、最後にご覧の皆様に、安田先生からメッセージをお願いしたいと思います。まあ、今年うまくフルーマーでも重賞を取らせていただいて、まあ、ずっと欲しかった2歳のタイトルも取れたので、また今後これを励みに頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、安田武博調教師でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。